絵描くとき息するのと同じで絵描かなきゃ苦しいんですよね。息止めると同じで絶えず描き続けてないと自分が自分でなくなってっちゃうような気になっちゃう。描くことで自分が自分であることを保つようなそんな感じですね。昔ね、油絵なるものをずっと描いてたんですよ。でもうまく描けないんですよね。全部描いちゃう癖があるんですよ。油絵っていうのは全部形を描き込むと重くなっちゃう。画面をトーンの移り変わりで見ていかないとなかなか油絵の良さってのは出てこないんですよね。線でガン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 描くタイプなので描けば描くほど画面がボテッと重くなっちゃって収集がつかなくなると空間が浅くなっちゃうんですよね。しかも油絵っていうのは線が引きづらい。寝転がってる女の人のはテンペラと墨なんです。周りは油で描いてるの描き直してるものでなかなか思うようにいかない。トーンの移り変えで見るのが非常にそれに向いた油絵のははっきり隅々まで描く自分にとっては使いづらいものっていうのを20年ぐらい前に気づくというか再確認してそしてそれから線描に適した画材であるテンペラで描いています。自分で絵描くときはあらかじめ細部までは何も決めてなくて描きながら思いつくっていうことがあるんですよ。なんか描いたものに対してそれにまた触発されて描く。油絵の具もそうですけど訂正が効くんですよね。日本画よりもずっとテンペラ絵の具の方が訂正効くんです。頭の中が近い状態にあるのがああいう保護猫とか保護犬というか考える猫とか考える犬というか今の状況というか置かれているそういう犬とか猫ってすごいいい顔してるじゃないですか。味のあるただ可愛いペットっていうんじゃなくて一匹ずつさ生きてきた存在のなんか強さって持ってるんですよね、それがいい。カエルなんか描けば描くほど薄っぺらくなっちゃって描き直してんですけど線で描きすぎちゃったんかな。で全部同じ密度になっちゃって10年ぐらい前描いたものがそれがまだこれからも物として残っていくとなるとそれが耐えられないから描き直してんです。絵だったら過去の自分を塗り替えることできますよね。やったことはもう戻らないけど絵だったらそれ変えればいいわけで過去の自分をちょっと変えようとしてた。どっかで冗談言いたいっていうあまり真剣に考えるとこう自分が固い一つの考えというかそれに追い込まれていくようなあこの人はこういう絵を描きたかったんだよねっていうのをどっかでひっくり返したり無意識のうちにここにはこの形を入れようと思ってる自分は確かにいるんですよ。絵を何かに意味付けるんじゃなくてこの形を入れると絵が美しくなるんじゃないだろうかとか形と形のリズムというか絵がもう一つまた動き出すんじゃないかなとか ついついあなたは何を描きたかったのかって、まあ、僕もよく聞いちゃうんですけどあんまり意味ないかなというか書く人がよく詳細に自分のイメージも入れ込んで書けばまた違った僕も気づかない僕の絵がそこで見られるかなと、まあ、評論を通してそれは面白いことだなと思いますね。ああそうか俺こういうことやりたかったんだって。そうするとその絵がまた幅を持って存在することになるんですね。